こんにちは。株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はシコダイエティのご紹介をしていきたいと思います。はい、このシコダイエティのご紹介ということなんですけれども、皆さんこの車って見たことありますでしょうか。まあ、それもそのはずでですね、日本未発売の車で、このイエティっていうのはですね、そのシコダという会社自体が、チェコの会社なんですよね。で、中身はそのエンジンとかですね、そのシャーシとか、中身っていうのが、フォルクスワーゲンをですね、ベースに作られているという車でして、非常にその信頼性もありながら、またそのこう非常に評価の高いという車になります。こちらの車はですね、このイエティっていうのがこうベストファミリーカー賞とかいうのをですね、まあ、2年連続こう受賞していたりとか、非常にその車でよくこうカーオブザイヤーとかっていうのがあると思うんですけど、割とその世界的ないろんなその評価の高いとい こうSUV という車になります。ただ日本ではですね、残念ながら未発売ということで、弊社ではですね、今回そのお客様からのご注文で、イギリスからですね、ドイツからですね、この車を輸入するということをしていきました。実際このですね、動画なんかを見ていただいている方でも、自分が欲しいと思っている車が日本にない、発売されていないというものも、あろうかと思うんですね。で、海外で、まあ、こういった車をですね、欲しいというのをお客様の方からご要望をお伺いして、かつ今回の車はですね、いろいろとそのただ輸入するというだけではなくて、まあ、日本仕様にこう変更するのはもちろんのこと、もともとのですね、ハロゲンのランプをですね、 HID ヘッドランプにしたりとか、あの上位グレードにしかついていないようなですね、このハンドルの打角によって、ライトがこう動くようなですね、装置というものをこれ、全てこう本国からの取り寄せをしてですね、移植するという結構大きな、構造変更のようなこともやらせていただいております。まあ、そのあたりをですね、今回お伝えできればいいかなというふうに思っております。はい、このシコダイエティはですね、大きくディーゼル車とガソリン車というものにこう、ま、分かれているんですけれども、こちらはですね、1.4 リッターのガソリン車ということになります。で、ヨーロッパではですね、もうクリーンディーゼルというディーゼル車がですね、割とこうシェアが高くて、どちらかというとそのディーゼル車を目にすることの方が多いんですけれども、今回お客様のご希望でガソリン車というものをチョイスさせていただいております。で、このイエティっていうのがですね、何がそのようにこう人気のこう一つの要因になっているかっていうと、最近のその SUV っていうのはどちらかというと、よくですね、弊社の方でもご紹介させていただくことが多いと思うんですけど、レンジローバーイボーグであったりとか、最近のベンツの GLC とか GLE というですね、そういったセグメントの車っていうのが、どちらかというとこの SUV というよりもこうシティビークルというか、すごくこう何ですかね、流線形のこうボディをまとっている車というのが多いと思うんですけれども、こちらはですね、見ていただくと非常に武骨な、よくその、自動車の評論家なんかがですね、言うところで言うと、なんかそのブロックを積み重ねたで作ったような感じのこうボディというのがですね、逆に新鮮に映っているということと、あとは、リアなんかがですね、こういうふうにこう垂直にゲートがほとんどなることによって、後ろのですね、こう開けた時のその広いこの荷台スペースとリアのですね、開放感というものが、あるというところがありますので、まあ、それはそうですよね。実際こうやってこう下にグッとこう流線形になるような車だと、当然後ろがですね、それなりにこのデザインのために犠牲になってしまうというところがあると思うんですけど、あくまで、こういう機能性というところを一つ重視にしているというところが大きなポイントではないかなというふうに思いますね。はい、まあ、こちらはですね、車は、まあ、あの新古車というか、まあ、登録をしているだけでほとんど走っていないという車を、輸入してますので、まあ、輸入経路の中でですね、
傷をつけるとかいうことがない限りはきれいな状態ということがあるので、車の状態そのものをですね、解説する必要は特段ないかなというふうに思うんですけど、ただ今からですね、ドイツからの並行輸入とかアメリカからの並行輸入等を、ご検討されている方からすると、実際にその、注文してですね、車はこのような形でナンバーがついて、乗れるようになるというのをですね、一つこうイメージできるんじゃないかなというふうに思いますね。で、今回も一番こう大きく、課題としてあったのが、実はこの HID ヘッドライトなんですね。で、この HID ヘッドライトをただこれを変えればいいと、まあ普通に思ってしまうかもしれないんですけれども、こういったですね、特にワゴンタイプのステーションワゴンとかっていうのは、例えば後ろにですね、重い荷物を積んだりとかすることも想定されるわけですよね。で、そういった場合っていうのは当然その車がこうちょっとこう傾くわけです、上にですね。そしたらライトってこう上向いてしまうということがあるんですけど、そのためにはライトを変えるだけではなくて、レベライザーといってですね、後ろに重いものがついた時にはライトを少し下に照らすとかいう必要もあってくるわけですね。あとは、こういったその、イエティのような日本に流通してない車の場合は当然ライトを、海外から取り寄せないといけないと。ただ日本の場合は左側通行の、右ハンドルっていうのが基本になってますので、これ左ハンドルの、同じ純正のものをすると、そのライトの向きっていうのがこう左側通行用のものではなくて右側通行用のものが一般的にはこう標準になるわけですよね。ですからこれイギリスから取る必要があるというところがあって、まあ、そういったものをですね、この1台の車を作るために、まずそのこう取り寄せ先というか、まあ、そういったものも、選んでいく必要があるというところがありまして、まあ、その HID ヘッドライトというのをこうつけていっています。で、これつけるとですね、もともとついている車であれば問題がないんですけれども、まあ、その移植した時のですね、こう整合性というかですね、コンピューターと このマッチングっていうのが実は本当に簡単ではなくて、これがつくはずのものがなかなかつかなくなるとか、コンピューターが反応しなくなるとか、ライト自体がつかなくなってしまうとかいうようなことをですね、膨大な時間をかけて実はこのライトをつけるために作業をやっているというのがありまして、まあ、そのあたりもですね、まあ、ただなんとなく輸入をして持ってこれますっていうのとはもうちょっと違うところもあってですね、そういったこともこの車ではさせていただいているということもですね、一つご紹介させていただければなというふうに思っております。あとはですね、こちら そのルーフレールなんですけれども、これもともと黒がついていたものをですね、このシルバーのものにルーフレールそのものをですね、全て交換をしています。まあ、こういったですね、仕様にも非常にこだわっているというところがありますね。で、リアの方ですね、見ていきたいと思います。となんかこう、カングーのようなイメージですね。ちょっと一回り大きなカングーというような感じのイメージかなというふうに思うんですけれども、リアのですね、テールも LED のテールレンズに交換をしているというふうになっておりまして、まあ、こだわりがですね、非常にこう感じられる一台ということが言えるんじゃないかなというふうに思いますね。実際これどうですかね、これ今こう走ってるのを見てると、まず福岡だけではなくてほとんど日本で走ってないと思うんですよね。だから周りから見ると結構普通の車だと思うんですけど、なんだこの車はっていうね、ちょっとこうマニアックな関心をですね、街中でもかなり受けるんじゃないかなと思う、このフォルムじゃないかなというふうに思いますね。はい、助手席側の方ですね、見ていきたいと思います。車の状態そのものはですね、まあ、当然といえば当然という感じで全く問題がないんですけど、結構ですね、見るとこれ全長のサイズがですね、4m30ぐらいしかないんですよね。割とその小さいっていうかコンパクトな感じになっているというのが一つの特徴だと思うんですけれども、まあ、後からですね、中乗っていきたいと思うんですけど、割とその評価の高い中のですね、内装のその
の使いやすさとかですね、まあ、そのあたりもご紹介できればいいかなというふうに思いますね。はい、内装の方ですね、見ていきたいと思います。まあ、乗った感じですね、やっぱりそのヘッドクリアランスは非常に高いなっていう感じですね。でこちらはですね、マニュアルのミッションをですね、今回オーダーとしていただいてますので、マニュアルということになります。この SUV でマニュアルっていうのもですね、まあ、ほとんどないかと思うんですけれども、日本ではですね、まあ、そういった選択をできるというのも、こう海外からの輸入というのの一つの大きな魅力ではないかなというふうに思いますね。はい、リアのですね、シートを見ていきたいと思います。シートがですね、結構これ面白いですね。これなんか半分独立しているような感じのシートになっているような。で後ろのシートもですね、こう前後にも動くという感じになってまして、でまあ、乗った感じもですね、こちらもこうヘッドクリアランスが非常に高いということもあるので、まあ、非常にこう室内のこう広さっていうのがこう乗って感じれるという部分がありますね。なんていうんですかね、こう車としてなんかそのコロ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 といっちゃう言葉が悪いんですけど、まあ、いろいろそのモデルごとに変えるというよりは、すごくその長く乗れるような、飽きが来ないような感じの印象っていうのがあるかなっていうふうに思いますよね。なんかそのヨーロッパとかに行くと、なんか最新の車というよりも、もうすごい古くから乗ってるという感じの車っていうのがすごく街中でも多く見るんですけども、まあ、こちらの車もですね、本当にこれから歴史を重ねていって、まあ、長くですねこの車を楽しんでいただくというようなことがですね、なんかこう予見させるような感じの、まあ、武骨さというかシンプルさというか、まあ、そういうのが一つの大きな魅力なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、トランクスペースをですね見ていきたいと思います。この上のトノカバーがすごい大きいですね。で、こちらのですね、まあ、トランクも、まあ、ここの下にこういうふうなカバーがあって、この下にはスペアタイヤが入っているというような感じなんですけども、まあ、シンプルですね、非常に。で後ろにこの 12V の電源というのもついているという感じですね。リアはですね、真ん中のところにこれカップホルダーがついていると思うんですけど、これが真ん中の、アームレストになるというような感じの形状になってますね。はい、エンジンルームをですね見ていきたいと思います。まあ、今回ですね、まあ、新車のようなですね、車ということで、まあ、走行がまだ200キロ行ってないというような感じになっているんですけれども、こちらのですね、まあ、バッテリーは自然放電とか劣化もあるということもあって、新品に交換をしておりまして、油種類との交換もさせていただいているということになります。はい、もうテストドライブという感じになるんですけど、本当ですね、初めて今この車を動かしてみているという感じなんですけど、まずこの SUV でマニュアルっていうのをですね、この操るっていうのは、まあ、なかなかあれですね、こう新鮮な感じはしますね。なんかですね、まあ、1.4 リッターのガソリンということがあるんで、まあ、よくそのマニュアルで弊社でもよくご紹介するようなスポーツカーとかっていうイメージがあると全く違う感じで、まあ、トルクはね太いとかっていうのはないんですけど、ただ街中で乗るのには取り回ししやすいような感じですね。ちょっとアクセル踏んでみたいと思いますね。そうですね、これパワーがそんなにあるわけじゃないとは思うんですけど、マニュアルっていう特性を生かすとですね、まあ、2速とかで引っ張るとかっていうのをやることで、まあ、その時のこう運転の運行状況によってですね、任意でそのエンジンパワーをこう上げていくっていうことができるというところもあるんで、割といいかなって感じがしますね。でクラッチもすごい軽いんで、多分乗ってて、私はこのマニュアルで長距離乗ってもそんなに多分疲れたりしないんじゃないかなっていう感じはしますね。まあ、オートマチックを慣れてしまっていると、
なかなかクラッチを踏んで運転するっていうこと自体もこう、まあ、しばらく乗ってないねっていう方もね少なくないと思うんですけど、まあ、やっぱり運転する喜びとか楽しさっていうのはマニュアルに勝るものやっぱないですよね。まあ、ちょっと2速に行きますね。まあ、当然ですけど、まあ、クラッチとかももう全然切れ方っていうのも問題がないですし、非常に乗りやすい感じですね。まあですね、このナビのところ見てるんですけれども、これ Apple CarPlay とか Android Audio っていうのがついてますね。これもですね、あの海外のこう車を輸入した時にですね、まあ、最近のトレンドというか、もうスマートフォンでつなげてですね、ナビゲーションとかをこちらの方でですね、まあ、スマートフォンと連動させるっていうことが、まあ、やることで、まあ、わざわざナビゲーションを変える必要がないというところが、まあ、利便性にもなりますよね。よくその昔だと、まあ、今回だとですね、この HID ヘッドライトとかを移植するっていうことに、まあまあ、費用とかですね、まあ、いろんなその労力とかっていうのがかかってるというところがあるんですけど、今までよくあったのはやっぱこうナビゲーションをですね、まあ、日本仕様のものをつけるっていうのが結構コストがかかるっていうのが、あの並行輸入ではよくあったと思うんですけどね、まあ、そのあたりは、まあ、Apple CarPlay とかですね、この Android Auto というのがあれば、まあ、ほとんどストレスなくいけるというのは、まあ、大きなポイントですよね。ただもこちらの Bluetooth の、同期とかもできるので、まあ、音楽とかをですね、スマートフォンからこちらの方で聞くことができるというのがありますので、まあ、そのあたりもですね、まあ、実用性の高さというのは、最初から備わっているというのは、嬉しいポイントではないかなというふうに思いますね。はい、いかがだったでしょうか。このシコダイエッティという車をですね、まあ、その2台目を取り扱うことができるかどうかというのは、まあ、どうかわからないというところがあるんですけれども、一つですね、知っていただきたいなと思うのは、そういったそのウェブ上で見ているような車であったりとか、この車ヨーロッパで走ってるけど日本ではないよなというような車っていうものを、実際にそのナンバーをつけて走ることができると、そういう選択肢があるということをですね、ぜひ知っていただきたいなというふうに思っております。でこちらもですね、まあ弊社の方は福岡の方にあるんですけれども、実際にその車自体はその遠く離れたドイツだったりとかイギリスとかアメリカから車を持ってくると、今ももう一台、フォルクスワーゲンのシロッコという車のですね、タイプ R の左ハンドルのマニュアルというのを今おそらく今海にこうこっち側に向かってきているというような感じになっていると思うんですけれども、続々とですねそういったそのオーダー等もいただくということをしております。でこういったですね、並行輸入でのその車を持ってくるということ自体がですね、非常にハードルが高いという部分も、まあ、少なくはないんですけれども、よりそのユーザー様のですね不安とか、ニーズにですね、寄り添った形でお手伝いができるというのが弊社の強みではないかなというふうに思っております。ぜひですね、そういう相談ベースでの、お問い合わせも、ぜひいただければと思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。